パタゴニア周辺衛星写真ペリとモレノ氷河山カルロスでバリローチェバルデス半島のクジラウシワやパタゴニアは南アメリカ大陸の南位40度付近を流れるコロラド川へ南の地域の総称アルゼンチンとチリの両国にまたがるアルゼンチンのネウケンリオネグロ、チュブ、サンタクルス、ティエラデルフエゴ各州とチリの愛戦 マガジャーネ・スイデラ・アンタルティカ・チレーナ各州が該当する。ブルース・チャトウィンがこの地を旅した体験に基づいて書かれた小説、パタゴニアも気候文の名作として知られている。1520年、フェルディナンド・マゼランがこの付近に住んでいた先住民を見てパタゴン族と命名した。パタはスペイン・ポルトガル語の足であるが、ゴンの意味は不明である。 大足パタゴン族の住む土地ということからパタゴニアという名がついた。パタゴン族は実際に足が大きかったのではなく、グアナコの毛皮で作ったブーツを履いていたので大きく見えたというのが現在の通説であるが実際のパタゴン族の目撃者は彼らを巨人だと報告しているが特に足の大きさに言及しているわけではなく、パタゴンの由来には他に諸説がある。 年間を通して低温、風が強い。この風の強さがパタゴニアの代名詞とも言われている。最大風速が秒速60メートルを超えることも珍しいことではない。イギリスの探検家エリック・シプトンはこの地を嵐の大地と呼んだ。こうしたことからアルゼンチンは世界一風の強い国と言われる。北西からの強い変性風が アンデス山脈にぶつかり、チリ川は比較的雨が多い。一方、アルゼンチン川は変成風がアンデス山脈に遮られるため乾燥が激しく、半砂漠となっている。地形はアンデス山脈を境にアルゼンチン川とチリ川で大きく異なる。チリ川は氷河期時代に形成された氷河が造成した大規模なフィヨルドが広がる。アルゼンチン川の北部、 コロラド川とネグロ川に挟まれた地域は草原が広がる。農耕も行われている。アルゼンチン川南部は乾燥が激しく砂漠が広がっている。パタゴニアを特徴づけるのは氷河である。南パタゴニア表現から連なる氷河の数は大小50以上あると言われている。その規模は南極、グリーンランドに次ぐ量と言われている。パタゴニアの氷河は 温暖氷河に属する。アンデス山脈に降る、多量の雨により寛容される。非常に早く氷河が循環することで知られている。夏と冬で移動速度は当然異なるが、平均年間に100メートルから200メートル移動すると言われている。ペリとモレの氷河をはじめとして氷河の崩落を観察しやすいのも、この氷河の入れ替わりの速さのおかげでもある。 チリ及びアルゼンチンで約30の国立公園がある。また、アルゼンチンには3件の世界遺産登録物件が存在する。アルゼンチンチリクエバでラスマノス。ありがとうございます。